俺、ノノアさんに聞きたいことがあって。コスプレイヤーはみんな仲間だって信じたいです。リレールをどう思っていますか？え、大好き大好きです。友達になりたい。やっぱり嫌いですか？違う。ランキングが出た時、俺悔しいって思いました。うちのリリエルが1位だって。勝ってごめんなさい。リリエルちゃんの方が可愛いです。コスプレは勝負じゃない。ランキングなんてどうでもいい。リレールがコスプレを楽しんでるならそれでいいって思いたいんです。でもまだモヤモヤしているこの気持ちをどうしていいかわからない。あなたもそうだったんですか？4位は悔しいって。もしリレールをライバルだと思って憎んだり嫌ったりしてるならどういう気持ちなのか教えてほしいんです。俺がどう思えばいいかわかるかもと思って。真面目な人だ。でもどうしよう、全部誤解。嫌いでもいいんです。オタクたるもの、好きなものの話は否定しません。否定しない。コスプレで他の人より上を目指して戦う人がいてもいいと思います。その結果リリエルを憎んでても俺は恨みません。ただ理解したいんです。理解したい？私の考えてること、真面目だけど変な人、嫌な気はしない。話をちゃんと聞いてくれそうで。でもごめんなさい、私声が出ないんです。もし話すのが苦手だったら待ちます。待つ？ご迷惑でなければですけど。あっち向いてますから。しまして、今の会話。